何これ見たの？見た、なんでこんな、すごい。いやいや。B-Boy トマトがなんか書いてある。だって。調べて、やってますか？調べただけよ。いや、でもこういうことはして、こういうことなんだってこと。偉い。偉い教科書、教科書、教科書みたいにある。すごい。チャンネルアラー。こんにちは。改めまして、はい、せーの、丸山玲子ですこの度おかげさまで、はい、おかげさまでね、本当トップ当選させていただきました。すごすぎます、本当に。いやいやいや、ね、これからね、深夜ブレイキング、はい、子供から高齢者までね、うん、楽しんでこのダンス発展に少しでもつながればいいなと、うん、その中のブレイキングダンスを選んでねと笑いや、なんか言葉をなんか選んでゆっくり笑っていいですよ。いつも通り言ってください、いつも通り。いつも通り考えちゃうよ。だって動画撮ってんだもん。やっぱりね、うん、議員ってバッジをつけてるけれども、議員であるのに人なのよ。素晴らしい。その人がどういう生き方をしているか、ああどういう本当にね、口先だけじゃない。生き方でわかるわけじゃない、うんうん、確かに。しかも私の場合人生経験長いから、その中でどんな行動をしてきたのか、まあ、いろいろ皆さんに私を知っていただくことによって政治にも関心を持ってもらえるチャンスを作ると、ね、なるほどなるほどと思ったので、その中の一つが、まあ、このブレイキングですね。そうそう、ブレイキング。で、あとは私はもともと体育会系の人間だから、はい、特に高齢者に向かってただ長生きするんじゃなくて健康長寿だよ。ああ、素晴らしい。いかに健康で PPK だよ。知ってる？それ。PPK なんすか？ピンピンコロリって。へえ。ピンピンコロリしたいよねっていうの。あ、そうなんだ。ピンピンでコロっていきたいっていうのがみんなの願いなので、うん、だけどなかなかそんなね簡単に生と死っていうのは自分で選択できない。うん、少しでも一日でも長く、うん。いや、そうですね、確かに。そういう中で、楽しむってことが一番大事だと思うので、うん、ふるさと祭りっていうのがあったんですよ、うんうんうん、そこでやっぱり発表会やってたの。だから3歳の人もこうやってやってんのかって、はい、お母さんと2人でそのダンスを見ながら、すごいね、僕ね、うん、好きって言ったら、うんっつって、うんって、うん、で、お母さんも分かんなくて、こんなことやるんだなんて。お母さんね、好きこそものの上手なんだから、うん、好きで楽しんでんなら中で入れてあげた方がいいよって言ったら、そうですねって言って、で、一緒に入って入って、多分だから、そういうそんなやらないよ、あそこもう決まってるから、いやいやいや、そのが順番に決まってる、やりそうじゃないです、みんな立ってステージ、ごめんなさい、ごめんなさい、ステージは順番無視して出たじゃないですか、それ無視してじゃないでしょ、やめられたわけですよ。うなぎも食べて食べ過ぎてるから、あいつも何食べる？うなぎ本当よ、危ないですよね、だって危ないかじゃん、挨拶に行こうって言ってね、記者から危ないなんですね。一番いいのやっぱあれですよね、その3歳とか、うん、お孫さんと、そうそうそう、ね、いいでしょ、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、みんなで、ね、そう、ね、そういう、だからそれが私明治なのよ。いや、いいっすね、いいっすね。来年のオリンピックの時に盛り上げる時に、なるほどなるほど、そういうイメージ、うんうん、上手に踊る云々なんて、まあ、もちろんそういうのも大事だよ、うんうん、だけどもそういう大事ですね、幼児の子たちが興味を持ち、リズムに合わせて踊り出す、うん、ね、ブラジルの方なんかあれだったでしょ、街中でこう、かこうリズムを、あ、もう全然そうです、ブラジルで、ブラジル生まれ、ブラジル育ち、あ、そうなんですか、そうです、めっちゃ上手ですね。ありがとうございます。音楽、ダンス、小学校からもう部活動じゃないですけど、そういうのがもうダンスが。そっかそっか。カーニバルはエスコーラデサンバって、エスコーラっていうのは学校って意味なんですよ。その学校が行けない人たちが多いんですよ。だから学校に行けない人たちが多いから、読み書きは教えられないけど、ダンスを通じて、マナーを教えますっていうのがエスコラデサンバなんです。だからそのっす、ね、まあ、マナーさえ良ければ人間大丈夫っていうこと。俺でした、俺あのダンスやって高校の時にやって道端でやるんじゃないですか、うん、ね、道端でやっても、うん、ゴミを捨てたら絶対に使えなくなっちゃうんですよ、うん、探したところで、うん、でも絶対ゴミを拾うってことになって、うん、さらにゴミあったら見つけて拾ってるんですよ、癖で、うん、癖でね、で、あと先輩後輩の礼儀とか、うん、勝手にダンスで学びましたもん、うん、こういうことですよね、そうだよね、これを
やっていきましょう。やっていきましょう。それでオリンピック来年あると、はい、その時に今の言ったやる、ね、お孫さんみんなでね、そうそうそう、みんなで平和な感じのね、うん、ダンスができてね、うん、超楽しいみたいな、音楽でリズムに合わせて体自然に動かしながら、うん、だけどそこに向かって、うん、絶対みんな絶対そこに向かって頑張るぞって言ったら、ちゃんと持続するし、ちゃんとその持続すれば健康にもつながるしっていうことですよね。そうですそうです、まあそこのリーダーが丸山さんってことですよね。まあですよね。いやーかっこいいじゃないですか。もう去年言い出したから必ずやる。それがすごい。もうやんないとね。そこですよね。そこですよ。だからトップ動線。ありがとうございます。やるならね、トップ動線やるならいけないはダメ。約1ヶ月、うん、あの当選、うん、決まってからも皆さんの税金で活動させてもらうのよ。ああ、やっぱそこがそこそこテーマですよね。うん、そこが心にあるから頑張れるってことですよね。すげえ、税金だよ。みんなが本当に大変な思いして働いて、生活大変な中でも税金それをいただいて活動するのにさ、その人たちの目線にない政治するってありえないし、だから少しでも無駄をなくすような、そういうことですね。あ、すごい、行財政改革をしなきゃいけない。そういう場合にできるのもう完璧ですね。完璧です。私はあくまでも代弁士。皆さんの声を届ける代弁士。皆さん聞いたんで、この全国、この考えは全国729人の皆さんが、あ、チャンネル登録729人ですね。729人の皆さんが、あの、もう聞いたんでね。はい、もう間違いないです。これは言うできない私のね、本当、つい思いです。これは言えません。ぜひじゃあ。言ったことはやります。はい、ぜひ期待して皆さん。見てください、我々さんは。またこれからの様子を見てください、はい、ありがとうございました。じゃあ今日は終わります。早いよ。いい、終わって、だって終わって、いや、これだけ終わりますよ。こっちがメインも終わっちゃいますよ。メインも終わっちゃダメです。これからメインから。ね、勘弁してよ、こんなんで。冗談冗談